薩摩びわ。薩摩びわは、妄想びわの系譜を弾く、語り物音楽の一ジャンル。日本中世に生まれた妄想びわは、九州地方の薩摩国、鹿児島県や筑前国、福岡県を中心に伝えられたが、室町時代に、薩摩妄想から、薩摩びわという武士の教養のための音楽が作られ、次第に、語り物的な形式を整えて、内容を発展させてきた。弦画4本。 弦を支える柱が四本あり、一番上の柱と二番目の柱の間が長く、琵琶の音を大きくするため腹板も大きく、膨らんでいるのが特徴。歴史的には、宗教音楽としては、筑前妄想琵琶が、薩摩妄想琵琶よりも古いが、芸術音楽としては、薩摩琵琶の方が、筑前琵琶に先行する。薩摩琶は、西岸社の琵琶楽としては、最古の段階に属し、 また、プロフェッショナルによる音楽ではなくアマチュアの音楽としても年代的に古い、道徳歌曲と言うべき特色を有し、閉曲とは異なり、道徳性が文学性に優先する。薩摩琵琶は、研究7年、1199年に、天台宗の寺院である、上楽院19代住職が、島津市初代当主、島津忠久に従って、薩摩に下り、 遺作の田尻中島に中島上楽院を建て、日夜、妄想琵琶を断奏して、仏教の教えを広めたのが、起こりと言われている。宝山兼行は、明音十二学という古典音楽を薩摩に伝えたと、されており、現在も受け継がれている。16世紀に活躍した薩摩の妄想、淵脇良公は、時の領主である、島津忠義こと日清祭の命を受け、 各地を周り的の動きなどを探り、数々の手柄を立てた。終了と淵脇は、戦の合間に楽器を改良に取り組み、それまで妄想琵琶に用いられた琵琶を改造し、武士の指揮工場のため、新たに教育的な歌詞の曲、武士の倫理や戦記、合戦物、祝い物などの琵琶歌を新たに作曲して、これらを歌い上げる、勇猛豪そな演奏に向いた構造にしたものである。 従来の4弦6柱の琵琶に代わり、4弦五柱の平家琵琶を採用して、その第2弦を省き、妄想琵琶では、柔らかな材を使うことが多かった頭部を固い、創生に戻し、郵送で大きな音が出るように罰も、しゃもじ型からセンス型へと形状が変した上で、大型化して、チで叩きつける、打楽器的奏法を可能にしたのが、始まりと言われる。これにより、楽器を立てて抱え、 横に払う形で罰を扱うことができるようになり、断層法も、武士好みの勇壮なものになって、銅を罰で叩きつけ風や戦の音を表現する、崩れという断層法も行われるようになった。中領は、様々な試みで、薩摩ビュの価値を上げると同時に、歌や舞い、音楽や曲を口ずさむことは浮ついており、風気を乱すとして禁止令を出す。その一方で、 侍踊りは、歌や舞ではなく、美は、天福は、音楽や曲ではないとして、侍踊り、薩摩美は、天福は、武士の足並みとして奨励された。儒教や、仏教などの教えを説いた、美は歌の、名作取るもどきや、武蔵野などは、中良が作ったと言われている。また、中良は、道徳的な内容を自身が歌った、島津西信仰ろは歌の要素を盛り込んだ。 曲作詞して流行らせるという仕掛けをして、宗教的な用途や、武士道、青少年の教育、四季の鼓舞などのために活用されるようになったと、梶木島津家十三代当主、島津義秀は語っている。江戸時代には、木崎が弦合戦など合戦を語った曲が作られて、流行し、やがて武士だけでなく、町民にも広まった。こうして豪険な、詩風、琵琶という美な、 長人琵琶の二つの流れが成立する。江戸時代末期には、池田陣兵衛が、両派の美典を融合させて、一流を成し、以降、これが、薩摩琵琶として現在まで続いている。島津成明は、藩主になり、江戸を下るとき、琵琶界を模様し、薩摩藩主の山本木座衛門に、武蔵野や昭和つもりを演奏させ、親友で開国派の同志でもある、伊達宗成など、 様々な友人や知人を招いた。西郷隆盛、大久保利道、小松立脇、坂本龍馬、木戸隆義、品川弥次郎が出席した、薩長同盟の名役を結ぶ会合は、幕府方の目を盗むため、琵琶会という名目で行われ、琵琶の名手である小玉天男が、厚盛片見の桜を演奏した。小玉は、小松立脇の屋敷で、 木戸高義の送別会が催された際にも、天南を演奏しており、木戸が感激したと言われている。その後、西南戦争に従軍するも、田原坂の戦いで負傷して生き残った小玉は、薩摩琵琶の名人と歌われるようになるが、その後も、城山という曲だけは、絶対に演奏しなかったと言われている。西南戦争で、西郷高森たちが城山に籠城している最中にも、 演奏者たちにより、琵琶が奏でられている。六歳の時から、薩摩琵琶を習い、西郷隆盛、桐野俊明、村田新八、別府新助の前で断奏した西高吉は、城山の戦闘で負傷士官軍に捕まるが、少年であったため許され、以後は、都会の舞台で有名な琵琶奏者となった。城山が陥落する前夜の明治1年、1877年9月24日、 谷崎谷の洞窟で、明朝の決戦を控えた、西郷隆盛らの前で琵琶を演奏したのは、若い観光医で、西郷軍に軍医として従軍していた松崎水健で、その音は、官軍の陣営まで聞こえたと言われており、演奏後、生き延びて、戦後の復興を、と、西郷隆盛に諌められ、琵琶を持って、城山を脱出した。この琵琶は、 江戸時代における、薩摩の職人である、友の彦四郎の作で、と言い,い、表に、松竹梅の彫刻が施され、裏には、小柄しの名と、世の地理も今はの暮らし旧の月に越え済む、小柄しの風七十二王友の利垣という和歌が刻まれている。平成24年、2012年には、松崎の子孫により漆と螺殿の補修も行われた。かつ回収も、西南戦争で亡くなった。 西郷隆盛を忍び、4年の歳月をかけ、城山という曲を作った。幕末までは、ほぼ薩摩で演奏される郷土の楽器だったが、明治維新を機に、薩摩藩出身者が活躍し力を持っていた。明治時代には、東京に進出し、布告京平政策とも相まって各地に広まり、吉村武史上、辻安武、西光吉、吉水金王などの名手が輩出した。 また、明治天皇が終生愛好して、明治十四年、1881年5月には、元薩摩藩主、島津忠義邸にて、西光吉が五前演奏をしたことから、社会的な評価がさらに上がり、後には、祝前琵琶と共に、宗家の琵琶説は皇室向けにしか演奏しない、乙女芸となった。勇壮な楽曲と、豪快な演奏で知られた薩摩琵琶も、 東京で流行する中で次第に洗練されて都会化し、優美でデリケートな芸風を持つ者も,も現れた。そうした中、長田謹心が現れて、歌い方の改革がなされ、都会的で遠隷な曲風を特徴とする、西木新流を打ち立てた。また、西木心は、洋曲の歌詞や曲折も取り込んだため、これが評判となりさらに全国に普及した。 第二次世界大戦以前までは人気を博していたが、学徒出陣などで、琵琶に関わる多くのものを亡くなり、敗戦後には、戦後の混乱や社会情勢の変化により衰退の道をたどる。鹿児島県には、かつてのお単位とした琵琶の会派があり、昭和には2会派にまで減った。昭和30年代、琵琶を制作するのものの老齢化もあり、鹿児島県内における琵琶制作者が途絶えてしまう。 鹿児島県では、これに危機感を抱いた者が、独自の譜面を作ったり、高校で学生に琵琶を教えたり、カルチャースクールで講座を開いたりして、普及に努め、鹿児島県の薩摩琵琶同好会も当時の鹿児島県、木材工業主研場と共に、琵琶製作の復元と復活に取り組む。昭和37年、薩摩琶が、鹿児島県の無形文化財に指定される。昭和40年代には、 技術を学んだ塩田二郎が制作を手掛けていたが、高齢のため亡くなった後は、同好会が木工の彫刻家など様々なものに協力を求め、材料として使われる貴重な桑の木などを確保し、ビ和制作の復活へ向けて動き始めるが、そのすぐ後に木材工業試験場が解体され、ビ和制作が一時中断。昭和に入ると、錦木新流から現れた水道金城が、 筑前琵琶の音楽要素や三味線音楽の曲風を取り入れた錦式琵琶を創始した。楽器も筑前琵琶を取り入れて五弦五柱を持つよう改良された。その後、錦式新流から出た鶴田錦氏が五弦五柱をさらに改良するとともに音楽的にも新しい分野へ飛躍させた。それまで語りの伴奏として用いられてきた琵琶に、 器楽的要素を大きく取り入れ、語りを伴わない美和演奏、西洋楽器や、これまで競争することのなかった他の和楽器との合奏、また西棋神流を基礎とした美和歌の改良など斬新なアプローチを行った。鶴田西氏の流れを組む、この一派を鶴田流あるいは鶴田派と呼称し、近年、注目を浴びている。鹿児島県における、薩摩美和の制作は、 船大工の者が引き継ぎ、平成28年、2016年4月には、後継者育成を目的とした、薩摩びわ製作研究の会が発足。会には現在、薩摩びわ同好会、鹿児島県工業技術センター、鹿児島大学、鹿児島工業高等専門学校、木工作家などのメンバーが所属し、様々な角度から、薩摩びわの研究、調査を進めている。 薩摩マビワ製作研究の会では、ビワ製作のほか、医療関係者の協力を得て古い薩摩マビワの CT 画像を撮影しての解析と図面化を行い、全国で唯一のビワ製造者を東京から招き勉強も開催しており、試行錯誤の末、現在までに数個の薩摩マビワを完成させている。また、文献の収集や古い音源のデジタル化など、薩摩ビワに関するデータの調査、 収集も手掛け、歴史、文化、制作技術を探り、様々な角度から伝統文化を継承する取り組みを行っている。使用されず眠っている古い琵琶の調査も進め、保管状態が良くない琵琶は修復することも視野に入れているが、活動には資金、人で、時間も必要となるため簡単には進まず、加えて復刻した薩摩琵琶の販路の確保も課題となっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。